4日前からクマの出没が相次ぐ紋別市諸骨町で今朝も警戒のためパトロールしていた警察官などがクマを目撃しました今朝紋別市諸骨町で撮影されたクマです国道沿いの草地を山の方へゆっくりと歩いていきます このクマはきょう午前8時過ぎ、元西橋近くの国道273号線を横切っているのを、パトロール中の警察と地元の森林組合が目撃したもので、体長はおよそ1.5メートルだったということです。紋別市諸骨町では、20日から同じ個体と見られるクマの出没が相次いでいて、おとといは住宅の庭を歩く姿が確認されたほか、